にちは、ことこです。スイートサイクロンイエイ全曲紹介の動画でございます。ででん。はい、この動画は6月22日に発売になります、私の初の電波ソングアルバムスイートサイクロンイエイのいいところ、そしてあんなことやこんなこと、いろいろね、楽曲について1曲ずつ紹介していくという動画です。7曲目はおじさんとマシュマロです。マシュマロ、この楽曲びっくりしましたよね。おじさんっていうねあの言葉が何回も曲の中に出てきます。おいおいって思われてた方もね結構いるんじゃないかなと思います。もう周りの関係者スタッフの皆さんもおじさんって度肝を抜かれていました。はい、この曲はアイオバーンさんね、インターネットオーバードーズの時もちょっとお話ししたんですけれども、アイオバーンさんもともとその可愛い楽曲よりはなんかそこかっこいい楽曲っていうのを得意にされてるのかなっていう印象がありまして、せっかくだったら、まあ、インターネットオーバードーズとはまた全然違うアイオバーンさんのお得意な方向性の楽曲も結局お願いしたいなということで、かっこいいテクノな曲調を担当していただきました。テクノな曲調でただただかっこいい楽曲で、さあどうしようかっていうところなんですけれども、新しいジャンルを作ってしまいました。哀愁電波ということで、おじさんの哀愁を歌わせていただきました。おじさんって言うなよって思いも結構たくさんいるかなと思うんだけど、この曲はもう本当におじさんの可愛さっていうものをお届けしたいと思って作った楽曲なんですよ。可愛いのは女、子供、そして動物だけじゃないよ、おじさんも最高に可愛いんだよっていうことをですね、世界中に大声で言いたくて書きました。なのでおじさんって思ってるあなた、間違いだよ、おじさんは可愛いんだぞって胸を張ってほしい、そんな楽曲でございます。なんでおじさんとマシュマロっていうタイトルなのかっていうとですね、たまたまなんですけど、マシュマロっていう言葉も使いたいなとか、あとおじさんっていう言葉も使いたいのはあったんだけど、本当にたまたまこのスイートサイクロンイエイを制作している期間中に、地方のワイドショー、札幌で流れている番組ですねの中で、そのキャスターがたまたまマシュマロを試食するっていうシーンがあって、おじさんとマシュマロ、自虐的におじさんとマシュマロよくないみたいなことを言ってて、なんてキャッチーなフレーズなんだろうと思って使わせていただきましたということでね、地方局のキャスターの方には大変感謝っていう感じなんですけれども、まあそんな中でですね、おじさんとマシュマロを書かせていただいて、まあさっきも言いましたけど、おじさんって可愛いですよねもう本当に私のね、ラブを歌いたいと思ってるんです。ジェンダーレスが叫ばれていますけれども、おじさんっていう言葉をアンクル、おじ、おば、親戚としての呼称以外で年齢で区切って、おじさん、いや僕はまだお兄さんだよっていう、そういう言い方をするのって日本独特なんですよ。英語とかにはですね、それを区別する言葉がないんです。実はそういうこう年齢とか人に対する呼び方が変わるっていうのも日本独特の文化で、逆に面白いんじゃないかなって思うんです。そこにもこう味があるというか、哀愁もあって趣もあっていいじゃないかっていう風に思うんですよね。ということもですね、なんか感じてもらえたら嬉しいなって思ってます。ぜひね、おじさんの皆さんもこの曲を愛してもらえると大変嬉しいなと思いますということで、本日はおじさんとマシュマロでした。